プテリクスは三上紀初期に現れた、爬虫類で、後足に貼られた、飛膜で滑空ができた。滑空する、爬虫類としては最も初期のものの一つ。かつては、別名のポドプテリクスとして知られていた。全長は、約20センチメートルで、極めて長い尾を持ち、体重は、約7.5グラムであった。議論の余地はあるが、抑留とは禁煙。 もしくはひょっとするとその祖先であった。翼流とは違い、その主たる、飛膜は、前足ではなく長い後ろ足に貼られていた。シェリバープテリックス・ミラビリスもし、シャロビプテリックスが、翼流の祖先であるならば、進化の過程で、後ろ足の飛膜が前足へ伸長されたか、あるいは後ろ足の飛膜とは独立に前足の飛膜が、発達したのであろう。 シャロビプテリクスの前足に飛膜があったかどうかは未称で、あるが、指はピーターズによって発見されており、コセサウルスやロンギスクアマとの類似点が指摘されている。シャロビプテリクスは、超薬性の動物であったとする理論もある。これによると彼らは空中に跳ね上がり、その、翼で落下を制御していたのである。この考えは、翼竜が樹上性の祖先からではなく、走行性。 超薬性の祖先から進化したとする理論と整合性が良い。翼竜が樹上生活への適応を欠いているためにこの説を信じる科学者も少なくない。しかしながら別の理論によると、シャロビプテリクスは後ろ足の鋭い爪を利用して木に掛け上がり、樹上から空中に飛び出していた。彼らの前足は 四足での走行や木登りを行うにはあまりにも短く見える。そのような構成は前足を歩行の役目から解放して、それらが何か別のものになるため必要だったのであろう。原生のトカゲにも二足走行の可能なものはいるが、シャロビプテリクスはそれらのいずれと比べても優れた骨盤と潜水、長い後ろ足、短い胴体、細長いを持っていた。 尾の筋肉の減少と腰の筋肉の増大は、シャロビプテリクスが、抑留のような生理に近づきつつあったことを示唆している。デルタ翼のグライダーのように描かれたシャロビプテリクス。2006年、大イクラの論文が発表され、シャロビプテリクスが、どのように滑空していたかの研究結果が示された。著者たちの見解によると、飛膜は長い後ろ足と尾の間に貼られ、 シャロビプテリクスはデルタ翼の飛行機のように滑空していた。もし小さな前足にも飛膜があったならばそれは旋尾翼のように働きピッチ方向の安定性を高めるのに効果的であった。旋尾翼がなかった場合制御された滑空は極めて困難であっただろうと著者たちは述べている。もう一つの飛膜は保存されている。これは 細い頸椎の6倍の幅があった。喉から首へ細長い角エラ節が伸びていた。もしそれが横に広がったなら、だになった首の皮膚は、側方向に伸ばされて、現代のジェット戦闘機に見られるようなストレークとして、機能したはずである。前足の先尾翼と首のストレークは、相乗して、滑空をするには、絶好の操縦欲面となったであろう。 1971年のシャロフの論文では、両手の第四子が引き伸ばされて描かれた。2006年のピーターズの論文では、指の発見が報告され、もし先尾翼が存在したとしても大工が、想像したようなものとは違うとの主張がなされている。アレクサンドル・シャロフロシアの古生物学者。ストレーク胴体や、機種の側面に設けられたフィン。前縁付け根延長。 略して、ラークスとも呼ばれる。発生させた渦を主翼部分に当てることで、大向かい各自における翼うツラの気流の薄利を、抑えるものである。Peter's D-2000A, Redescription of for p r o l e s s Artiform Genera, and Implications for Terasol Phyrogenesis, Rivista Italiana di Paleontologia e s t r a t o g r a f i a 106 293から336ピーターズ、D、The Front Half of シェリバーアプテリックスプリーヒストリックタイムズ76、10から11、ダイク、GJ、ナッズ、RL& レーナー、JMV、フライトオブシェリバーアプテリックスミラビリス、The World's First Delta、Winged Glider, Journal of Evolutionary Biology, シャーブ、 AG1971 New Flying r e p Tiles f r o w the m e s s a g Oik, of k a z a k h s t a n and k a l g a g i a Trudy of the Paleontological Institute, Academia Nook, USSR, Moscow, 130-104-113 In-Russian. ありがとうございます。